皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、ウィッシュ。現代、ウィッシュ。監督は、クリス・バックとファン・ビーアスンソン。脚本は、ジェニファー・リーとアリソン・ムー。主な声の出演は、アリアナ・デボーズ、クリス・パイン、アラン・トゥディック、など。どんな願いも叶うと言われているロサス王国。魔法を操り国を治めるマグニフィコ王は、国民から慕われている。だがあるミチアーシャは王の秘密を知ってしまう。彼女は王を信じて託した人々の願いを救いたいと、夜空の星に祈る。というストーリー。とにかく話がチグハグで脚本がひどい。致命的なのは、マグニフィコ王が全く何も悪くない点。彼はボランティアで国を維持し、国民は自分たちからロサスを訪れる。マグニフィコは一部しか叶えないと公言して、国民は自主的に夢を提供している。逆にハーシャの独りよがりな、正義の押し付けは嫌悪感しかない。ラストに至っては、唐突な能力の権限に並行した。ということで、評価は。Thumbs down.